ははい皆さんこんばんこば、えー、今日はね、えー、前働いた、えー、ラーメン屋のお話をし,しましょう、えー、俺が働いた波は、ね、もうラーメン屋はねラーメン屋さんというより、えー、最終的な大衆食堂みたいな感じになってしまったんですけどねそれはなぜかというと働いてた店長がもうなんかいろんなことをしたいとーラーメン屋さんやけどいろんなもんやってみたいっていうことで、えー、やってた店なんですね俺がまあ 働く前からそんな感じででやってたで社長さんもね、えー、それを了解の上でね、えー、その店長を雇ったみたいなんで,でおかげさんでねあのー、まあ丼もんしたりとかうどんとかだラーメン屋でうどんとか出してもあのー、別の売り上げが下がることなかったから社長は別に何も言わなかったんですよね。それでね今度はあのー、揚げ物でもしようかっていう話になったんですよ。 僕がもう働きだしてしばらくしたからね。でまあ揚げ物やったらね別にその天ぷら揚げる機会もあるしあの簡単にできるなあっていう感じで僕らは納得しなんですよ。でまあ社長さんのところに意見を持っていきまして社長からも OK 出たんですね。でまあさあ何を揚げるかまあ大衆食堂やからみたいになってもだからラーメン屋からラーメン屋が大衆,食堂大衆食堂みたいになったから。 ですよねでも内しはねあんたがそういうふうに大衆食に,にしたんちゃうんかいなと思っとったわけですよねまあええわと思ってじゃああれやな、えー、唐揚げはあるからまず唐揚げ定食はできるわな入って「はいできますね」あとなんかあるかい」ってパートのおばさんが「とんかつなんかどう?」っていうから「あいいね」じゃあとんかつしようか」「じゃあこの日本でいく?」っての話になったんですよ。 でまああのうどんもやってるから、まあ、エビフライエビ天もしようかみたいな感じであって、まあこれだけ決まったですね。で、まあ、あ次の日からね、えー、天ぷらやら始めました、とんかってかありますみたいな、あ書いて、あのドアとかに貼っとったんですよ。で、注文入りますよね。で、お客さんに結構評判良かったんですよ。もう750円っていう円いね値段で まあ、リーズナブル値段でねやったんで安いしでかいしみたいな感じで何で美味しいかとか言うとまあまあ有名な肉屋さんからその豚肉をね仕入れとったからめっちゃ美味しいんですね僕らはまかないでよう食べたんですよそしたらねそのとんかつでしょこうやり始めてからあーしばらくしてからねもう日曜日かな日曜日の忙しい時にあるしてるのお客様が来られましてお ラーメン屋さんんのでしいててかっわしラーメンも好きやけどなもうとんかつがなもうほんまに大好きやねーって言う,言うてたお客さんがおってでまあ別の子が対応しないけどねじゃあとんかつ定食くれるかってそのお客さんが頼みあってとんかつ定食いっちゃうーって「はいよ」って中で店長「おートンとんかつ定食このごろよう出るな」。 はそそこのえ肉使って柔らかいんですから僕らも好きですよって話しとったんですで出してでしばらくしたらねパートのおばさんがね何やさっきとんかつ定食頼んだおじさんがブツブツブツ言ってんねって何言うてんのって通るたんびに硬い食われへんとか言うてるんのです。何それ硬い食われへんって,って何のこと言うてんの いやー私に対してその面と向かってこれ硬いやないから食われへんやんかとか言うてんやけどつぶやくみたいな感じに言うわけやね何回も取るたんびに言うから何やろなちょっとちょっとあの1枚とんかつ出してちょって仕込んだとんかつを出してきてで揚げてみんなで食べたんですよサクサクでめっちゃ柔らかいんですよねこれのどこが硬いんやっつっ いいやわかんないですあのお客さんにしたら硬かったんちゃいますかじゃあどうしたらいいの?」って言って中で話しとったら「ほんならもう一人のね、えー、バイトの子が来てすいませんちょっといいですか?」って「お何や?」って「あのお客さん <laughs> 歯ありませんよ」って「何やねんそれ」